にちは、K2 です。アイネクライネピアノ初級 B メロ動画の今日は8になります。小節でいうと9小節目と10小節目ですね。ここの両手を練習します。ではこの B メロの1小節目から今日やる10小節目まで一度弾いてみます。では早速説明します。この9、10小節目なんですが、この B メロ動画のですね、1、2小節そして5、6小節そして今日のこの9、10小節はもう全く同じなんですね。一応この弾き方講座ですね、小節ごとに順番で動画を配信しているので、今日やるこの9、10小節目はもう一度弾いてるパートですね、全く同じです。今日はですね、この B メロ動画のもう1小節目から今日のこの10小節目までゆっくり3回練習してみましょう。ぜひですね、僕が弾いてるこのタイミングに合わせて弾けるようにですね、練習してみてください。では行きます。ではもう最後にですね、このアイネクライネの前奏の1小節目から B メロの今日やった10小節目まで両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。今日のアイネクライネピアノ初級講座は終了です。このチャンネルにまとめた再生リストがあるので、自分のペースに合わせて動画を進めてください。また、評価ボタンやコメントなどしてもらえると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。
ー。